みんなはどうしてたの？ゴールデンウィーク、世にも珍しい10連休。今日も俺は音に乗っていく、こんな感じで語っていくよ。まずはニコニコ超会議、もちろん俺は推しに会いに、両日参加バチャ見てライブ、語りきれないほどにダイブ。生きててよかったよ My life、 富士葵悟り飲む時の空、出てきた瞬間最高だよな。全体力と透過交換した、後出たよバトル即撃速攻敗退、みんな強かった、優勝おめでとう。もちもちも君がやっぱり時の人、それからすごかった一子殿。ちょっと前のラップスクールから考えられないスキルで見せる、あなたが個人的 MVP だ。翌日には花沢香菜ライブ、彼女の歌声でパラダイスに行ったようだった我がタイム、座席も見やすくマジナイス。やっぱり We are so in love なんだよな。オタクを出しオタクたちと飲み交わし、チルな雰囲気で一日締める。平成最後の日は企画に参加、30年生きた時代過ぎ去った、短い時間で動画作るの大変だった。平成 VCD 企画ありがとう、令和になっても初っ端なライブ、もちろん行ったよ格安なライブ。新時代だぜニューエラー、ベラベラ喋るルナちゃんよ、手上げてよジャンプして、みんなで三章の高校夢、あの一体絶対忘れねえ。サードライブも期待しているぜ、2日にやったぜ BBQ、 オタクと飲む酒が一番す、なんて言いながらまったり、またネットでってバイバイ。まだまだ終わらん折り返し、ニアワン原宿に繰り出し、真田麻美さんの丸の内、ここがルーツだと感じ取り、ウェルカムから始まりパーティー、泣いて終わる、思い出すデジコの記憶、気づくデジキャラと、なけりゃオタクになってなかった。子供の日に子供のようになり、絆愛ちゃんとハイタッチ会、バーチャルなのにそりゃありかいなんて言わずに俺は2回回し、バーチャル YouTuber を引っ張ってきてくれた親分、目の前にすりゃそれも多分同期切りに求心じゃなくて、あなたが世界の中心。こんな感じのゴールデンウィーク、俺はずっと語ってきたが、本当に忙しくも楽しい日々だった、もう最高だった。こんなに色々なことをやることはこの後にはきっとあるだろうか、そんなことはもうわからんが、本当に楽しい人生なんてまだまだ終わらねえけどな。ここが俺の終着点、いやこうやってゴールデンウィークが終わっていくだけ、また平日にみんな戻ろうね、バイバーイ。